ジムニーゴドア、日本導入はどうなるジムニーゴドアがインドで発表。2023年1月12日、インドで開催されているオートエキスポ2023において、鈴木はジムニーのゴドアを世界初公開しました。今回発表されたジムニーゴドアのボディサイズは、 全長 3985mm× 全幅 1645mm× 全高 1720mm となっています。インドにおけるジムニーは日本におけるジムニーシエラに相当するため、ジムニーシエラのボディサイズと比較すると、全長は 435mm と大きく延長していることがわかります。一方、全幅は全く変わらず、 全高も1 0ト、mm、ル低くなっているという程度の違いにとどめられています。ジムニー5ドアに搭載されるエンジンは 1.5L のガソリンエンジンであることとトランスミッションには 5MT と 4AT が設定されることも発表されています。それ以上の詳細は明らかにされてはいないものの3ドアのジムニー、日本におけるジムニーシエラ2のものが 踏衆されると見られます。コンパクトなボディと本格的なアクロ走破性を兼ね備えたモデルとして、日本国内のみならず、インドをはじめとする新興国市場などでも、高い評価を得てきたジムニーですが、工具座席の居住性は決して高くはないことから、業務用途や趣味の車としての利用がほとんどでした。一方、ジムニーに対して、 5ドアの登場を望む声が根強かったのも事実です。専用のリアシートと内装に加え、本格的な四輪駆動車としての走行性能を備えるとともに、幅広いお客様がレジャーを楽しみ、ライフスタイルを表現するための道具として選んでいただけるデザイン、装備を採用したというジムニー5ドアは、 新たなユーザーニーズを生み出す一台となることが期待されています。日本導入はあるのか現時点では、ジムニーゴドアの日本導入に関する公式なアナウンスはありません。ただ、インターネット上の反応からは、多くのユーザーがジムニーゴドアの日本導入を熱望している様子が見て取れます。ジムニーゴドアの発表後、 数週間でジムニーシエラとジムニーの中古車相場が下落したのはユーザーが買い控えをしているからとも言われています。関係者からの情報によればジムニー5ドアがジムニーシエラの5ドア版として日本導入される可能性は十分にあるようです。ただしそこには既存のジムニーの納期問題の解決という 大きなハードルがあると言います。今回発表されたインド仕様のジムニーゴドアは、インドのグルガオン工場で生産される予定です。一方、日本向けのジムニーは、静岡県にある古彩工場で生産されています。インドで生産されたジムニーゴドアを日本へと輸入することは、コストの面などから現実的ではないため、 古才工場で生産する必要があると見られます。ただ、日本におけるジムニーやジムニーシエラは、納期が非常に長いことで知られています。都内の鈴木販売店担当者によれば、現在の納期はジムニーが1年半以上、ジムニーシエラが2年程度といい、さらには現在でも生産台数を超えるオーダーをいただいていると言います。 この大量のバックオーダーを解消しない限り、新たにジムニーゴドアの生産を進めることは、難しいというのが実情のようです。ジムニーの納期が長い理由。そもそも、なぜジムニーやジムニーシエラの納期は、これほどまでに長いのでしょうか。もちろん、コロナ禍に起因する半導体不足などの、 影響も少なくありませんが、ジムニーシリーズの超能期化は、2018年の発売当時から起こっていたことからもわかるように、コロナ禍がすべての原因というわけではありません。ある鈴木関係者は次のように話します。本格的なオフロード性能に加え、手頃な価格と愛らしいルックスが評価されているジムニーシリーズは、 日本国内では趣味の車というイメージが強いのも事実ですが、本来はジムニーでしか走れない場所で、生活しているユーザーに向けて開発された車です。日本では、例えば林業従事者の方などが挙げられます。一方、海外にはインフラ整備の整っていない新興国を中心に、 そうした場所で生活されているお客様が多くいらっしゃいます。人々の生活の足を支える車を提供することが使命の鈴木にとって、ジムニーシリーズをまず届けなければならないのは、そうしたお客様です。そのため、どうしても海外への供給が優先されてしまうのが実情です。一方、日本国内に関して言えば、アルトやワゴン R。 ハスラーなど、よりお客様の生活に密着した車を生産することが優先されます。そうしたモデルの生産量を落としてでも、ジムニーを生産するということは現実的には考えられません。日本導入は早くて24年以降か、スズキは2021年にインドグルガオン工場でも、ジムニーの生産を開始するなど、 納期の短縮化に向けた様々な努力を行っています。しかし、古彩工場で生産されているアルトや、ワゴン R、ハスラーなどの生産量を考慮すると、ジムニーシリーズの生産量が、劇的に改善する可能性は低いと見られています。既存のジムニー及びジムニーシエラの、バックオーダー解消の見込みが立たない限り、 ジムニーゴドアの生産が行われないとすると、ジムニーゴドアが日本導入されるのは、早くても2024年後半以降になると予想されています。ジムニーとジムニーシエラは、人気モデルのためリセール価格も安定しており、納車のタイミングでもう一度オーダーを入れ、納車されたら新車に乗り換えるというユーザーも多く、 なかなか納期が解消されない現状もあります。日本導入のタイミングによっては、環境規制などの影響を受ける可能性もあるなど、現時点では不透明な部分も多く、5ドアは日本で幻のモデルとなる可能性すらあるのが現状です。